チャンネルさあ、東京オリンピックも終わりましてですね、野球、侍ジャパンも見事、金メダルを取りました。ということで,ですね、今日は、侍ジャパン、稲葉監督、采配、総チェックのお時間でございます。えー、この東京オリンピックに期間中、稲葉監督のね、采配、まあ、侍ジャパンのね、采配、そして戦い方っていうところをね、チェックしていきたいと思います。ね、かなりのプレッシャーがある中ね、見事。 金メダルを取ったっていうのは本当に素晴らしい、えー、功績だと思います。えー、ということでね、まずその中でどうなのかっていうところをね、今日は解説していきましょう。まず一つ、ピッチャーのやりくっていうところでね、リリーフ、リリーフね、あの、この全、えー、5試合、えー、見てる中で、もう一貫してね、えー、起用法っていうのはね、えー、決まってたかなと。まず一つ、先発経験者っていうかね、先発を元にいたチームでやってたピッチャーっていうのはもう、えー、絶対に回の 頭から。で、えー、岩崎、平、など、えー、中継ぎ経験者が、イニング、途中から。 っていうところでね、ここはメリハリ、しっかりしてたかなと。まあね、先発投手がね、やっぱイニングの途中から出ていくっていうのは、やはりリズムも作りづらいし、経験もなかなかないし、難しいっていうところでね、えー、そういったところでやっぱりそういうね、イニングの頭から、そしてイニング途中からっていうところをはっきり区別してね、あまあしっかり使い切ったかなと。ね、まあ結構ね、イニング途中から行くのは岩崎、えー、阪神のね、岩崎が多かったかなっていうところはあります。でね、結果として追加招集の日本アーム、伊藤博美投手がキープレイヤーにね、 なったんじゃないのかなと。逆にね、えー、いなかったら、ね、伊藤博美投手がいなかったら、うーん。まあ結果はね、同じかもしれないですけども、ちょっとゾッとしますね。えー、それぐらい、伊藤博美投手の活躍っていうのは大きかったかなと。だからまあこの侍ジャパンのね、この5試合の中で、まあ投手陣、やっぱりこの伊藤博美投手が一番のね、キーポイントプレイヤーだったんじゃないのかなと、えー、いうふうに思います。えー、そしてですね、えー、二つ目、負けてもいい、準決勝までに選手を選定。 っていうところでね。まあ、準決勝まではね、最悪負けても、まだ金メダルのチャンスがあると。 え、いうところで、そういったところでね、予選リーグ決勝トーナメント含めても、準決勝まではね、そうやって、えー、負けても金メダルが取れるっていうルールのもとやってる中で、えー、その準決勝までにね、しっかり、その選手の選定っていうのをしっかりできたんじゃないのかなと。結構ね、話題に上がりましたけど、阪神の青柳投手ね、ちょっとね、打ち込まれるところが多かった。えー、ドミニカ戦、そしてアメリカ戦とね、えー、打たれてしまったっていうところはありますけども、まあ、これもね、使ってみなきゃあわかんない。しかもね、 え、選んでるんだから、えー、それ使わないわけにはいかないっていうね。そこででもしっかりね、えー、試して、まあね、東京オリンピックではね、ちょっと通用しなかったっていうところで、まあそこをね、すっぱり諦める。こういったところもね、まあ大事な要素なんで、そこをしっかりね、選定しきれたっていうところもありますし、代打でね、成績が良かった、えー、近藤選手をね、第、えー、韓国戦スタンメンに使ってみてね。で、そこでまあうまく機能をね、回らなかったっていうところで、決勝はね、えー、元のオーダーに戻すっていうところで、この、試すっていうね、 で、まあ、アメリカ戦、梅のキャッチャーをね、試すっていうね、こういう試すっていうところを試しながら、まあ、どちらがいい形で回りやすいのかね、いい悪いじゃなくて、どちらがいい形で回りやすいのかっていうところを判断した上で、決勝、通常オーダーになった。で、リリーフっていうところでもね、このアメリカ戦、千賀がね、いい形でできたっていうところで、まあ、決勝戦でもね、6回から千賀。で、7回から伊藤博美。で、そのまま回をまたいで、オーステンにヒットを打たれたから岩崎。で、栗林と。で、ここで、あ タイラ使わないんだっていうところでね、問題になってくると思いますけども、ここで、えー、一つの、まあ、これは想像です。タイラをあまり使わなかった想像としては、やはりこの大会で、ね この佐々木の解説でも何度も言ってると思いますけども、全体的に縦に落ちる変化球の対応がすこぶる悪い、全チーム。で、そこで、平同士ね、どちらかというとパワーピッチャー、ストレート、カットボールの中心に、まあ、チェンジアップもね、今年覚えたっていうところはありますけども、どっちかっていうとストレート、カットボールっていうパワーピッチャーの中での投球。でも、パラグマークがね、アメリカ戦に打たれた時も、やっぱこの、 小さい変化、小さい変化っていうのはやっぱついてくると。でも大きい縦の変化、フォークボール、チェンジアップ振っ大きい縦の変化っていうのは対応悪いと。そうなってくるとやっぱ力勝負はなかなか韓国にしてもアメリカにしても、やっぱりね、過去の経験から見てても、やっぱ力勝負っていうのは跳ね返される可能性がね、結構ある。 しかも、この、小さい変化っていうのをね、対応してたっていうね、試合も結構多かったんで、そこで、平をリリーフに寄与しなかったんじゃないのかなっていう、ここは想像ですけどね。ちょっとそこの力勝負にね、不安あったんじゃないのかな。だからまあ、アメリカ戦投げた千賀も縦のフォーク。ね。で、伊藤博美もあの縦のスライダー。で、栗林ちょっとケであのフォークっていうところで、えー、ほぼ全員ね、縦の変化を、えー、うまく使えるピッチャーっていうところをね、重要視した。 この予選ラウンド、もしくは相手の戦いながら、知れた情報で起用したんじゃないのかなと。 だから先発の森下もね、カーブ、そしてチェンジアップっていう、縦の変化がね、かなり有効的だったなと思います。リリーフ、左ね、岩崎一枚っていうところはありましたけども、まあ、韓国戦ね、この山本の後を継いで、えー、ピンチで出てね、あのー、センター前タイムリー打たれたけども、その後ね、2者連続三振、で、アメリカ戦ね、えー、出てきても、えー、アウトコースのね、スライダー、ストレートの出し入れ、完璧なピッチングでね、ピンチを脱出っていうところでもね、まあ、阪神のね、レギュラーシーズン中はちょっと状態を落としてましたけどね、この日本代表、オリンピックに向けては しっかりねこのリリーバーとしての素晴らしいこのイニング途中からのまあ、唯一本当にねあの任せられる状態だった、えー、岩崎のリニング途中からの高騰っていうのは非常にこのねこクリバーチバンでに直結していくこのリリーフの中でのジョイントとしては非常に素晴らしい活躍だったんじゃないのかなと思います、えー、そして続いて、ね、打線。 この打線のね、1番山田、2番坂本、3番吉田っていうね、この3人の並びが非常に機能したなと。まあ MVP でね、山田テスト選ばれてましたけども、こういったところでしっかり機能した。あ、一つ疑問に思うことがありました。ベストナイン発表されてたけども、MVP 取った山田テストがベストナインじゃないってどういう理由ですかねあの、聞いたことないんですよね。MVP の選手がベストナインじゃないって。そのベストナインってそもそも何なんですかねじゃあ。 大会運営、かなり問題ある。バーッとバーッとだ本当に。MVP 取ったらベストラいんだろ普通に考えたら。よくわからん。本当に。ここはね、バーッとをね、運営側に与えたいと思います。でね、4番鈴木聖也、若干ね、ホームランは出ましたけど苦しかった。でもその中でね、決勝戦、2本ヒット打ってフォアボールでスー、ストレート。ストレイ率っていうところではね、一応最低限のものは出せたかなっていうところもありますし、このね、4番鈴木聖也帰ろうっていうところもありましたけど、打線の流れ的にいい流れが来てる。 中で、別に無理に変えなくてもいいんだよね。4番が打てばね、もっと楽な試合あったかもわかんないけど、打てなくても勝ってきてるっていうところを考えると、このね、流れを重視したこの機能っていうのは非常に良かったなと思いますし、 この逆にね、7番菊池、8番村上、9番海、これもかなり機能したっていうね。この7番菊池がね、ポイントだったかなと。まあ、ちょっとね、菊池のバッティング的にはちょっと、あの、タイミングをね、合わしきれてなくて、空振りね、結構目立ちましたけど、この村上がジョイントとして、まあ、決勝ホームラン打ちましたけど、ここで村上がね、チャンスを掴んで、で、海がね、つなげて、で、一番のね、この山田坂本っていうところの状態がいいところに回していく。だからあれは韓国戦だったかな。村上が類に出て、で、海がバンド遅れなくて、あの2、 ストライクからライト前にね、なんとか繋いでヒットを提示いる。山テストがバンドで送って、で、坂本が犠牲フライっていう形でね、この回の村上が作ったチャンスを上位1、2番で回すっていうね、この打線の巡り合わせ、線で繋がった打線っていうのは非常に打順的には非常に良かったんじゃないのかなと。だからこの8番村上もかなりのキーポイント的な役割を果たした、えー、素晴らしい打順、機能したんじゃないのかなと思います。そしてね、この中でもまたね、大きく目立たない わかんないけど何気にいい味出したのが五番の朝村このねつなぎの五番これねライト前ね ヒットっていうところでチャンスをね、格段を増やしたりとか、あの、そういったところのね、いぶし銀的なつなぎの5番。非常にこの、ま、あ目立たないかもわかんないけど、あと守備ね、ファースト1、2が抜けるやつを取ったりとか、何気にね、こう見えないところね、注目が山田とかに行きがちなところで非常にいい働きをした浅村のね、攻守にわたる活躍は非常に良かったですよね。で、全体的に、やはりね、この5試合、やっぱ大きな守備のね、ミスもなくや、やれたっていうのは本当に他国、5チーム、5カ国の他国のチーム、 もとはもう歴然の差だったなっていうね、まあ、ちょこちょこね小さいミスはありましたけどもそれをね大きく大量失点に結びつかないね、えー、韓国戦もミスありましたけどまあ、そこをね最後、岩崎がね逆転されないで同点のまま終わるこれがね非常に大事、あれ逆転されてるとね一気にバタバタっていった可能性もありますけど周りがねそれを助けていくね位、貝坂本が、ね、バンドできなくてもその後ライトフライで坂本進類だ 世界もね、ライト前に打つ。できなくても次なんとかカバーしていくっていうところもできましたし。まあ2番坂本がね、結構バンドのサインありましたけど、まあ何気にね、ビッグベースボールってね、大会前言ってましたけども、まあ戦ってることは結局やっぱりスモールベースボールだったなと。やはりでもね、言い悪いじゃなくて、これがね、やっぱ日本の戦い方の、ね、堅実。逆に、あの、他の国のアメリカなんてね、決勝ノーアウトにランナー出ても何もできない。ただ打つの待つ待つだけ。で、結局それじゃあね、あの身体的パフォーマンス、あポテンシャルが勝たらないとね、やっぱ勝ち切れる。 ないいとううこころでこう苦しい状況の中でもしっかりそれを点に結びつけていくっていうねこう日本の戦い方っていうのが非常に生きたんじゃないのかなっていうところはあります。 で、守備でもね、さっきの浅村も言いましたけども、柳田もね、決勝戦、この左中間ね、結構際どいところをキャッチしたところもありますし、キャッチャーの回もね、ワンパンね、非常に止めた。ね、結構ハードワンパンありましたけども、ブロッキングもしっかりしてね、キャッチャーファールフライ、フェンスギアのね、カメラマン席っていうところもありましたし、非常にね、苦労してプレッシャーのかかる中ね、まあバッティングでもね、いい結果残しましたし、えー、ベストライン、本当に素晴らしい回、はい、おめでとう。ね、中でも非常に良かったんじゃないのかなと。 だからねあの取材も受けたんですけど講師において作戦100点です稲葉監督。 まあ、あの、勝てば関軍とね、えー、最初から、メンバー選考の時から言ってましたけど、もう勝てばね、誰も文句言われない。しかもいい方向に回ってね、しかも大きなミスもなく、えー、非常に勝てたなと。だから予選リーグとかね、さっきも言いましたけど、いろんなね、マイナス面も拾いながらね、それを次どうするかっていうのをね、生かしていくっていう部分では非常にそういう変化もね、あったんじゃないのかなと。全員がね、調子いいわけでもなければ、全員が調子悪いわけじゃないんで、そこら辺をどう組み合わせていくかっていうところが非常にね、いいピースで盛り上げたんじゃないのかなと。でね、一番ね、印象的だったのが、 アメリカの監督ね、試合後に日本は規律のある最高のチームだった。これよ。だから俺がいつも総チェックとかね、去年からも言ってるけど、規律がないとかね、よく某球団の時に言ってましたけども、やっぱりこのね、規律があるっていうのがすごい大事。こう動いたらこうする。こうやったらこうやる。それをベンチだけじゃなく選手たちも考えながら自分でできることをやっていくことによって次につなげていく。これがね、日本の強い、日本らしい、非常に世界に野球っていうところでのいい パフォーマンスができたんじゃないのかなと。このアメリカ監督のね、一言が全てね、物語った。日本はね、規律のある最高のチームだった。これがね、一番評価できるポイントなんじゃないのかなと。で、まあ、あの、だから投資企業においてもね、いろいろね、言われるところはありますけど、そういったね、 え、リリーフと先発経験者のこの使い方の分け方。あとはやっぱりこの縦の変化っていうところがね、有効っていうところを見ると、それに特化した成長を使っていくっていうね。えー、こういったところでも非常に、あの、いい活躍。で、えー、伊藤博美もね、その期待をこたえて、イニングまたぎとかね、難しいところあったと思いますけれども、しっかりね、投球しきれたっていうところも大事ですし、次へ次へ繋いでいけた投手リレで、えー、打線も次へ次へ繋いでいって、勝負どころで一本出るっていう形の打順。そして選手たちの頑張り。非常にね、 よかったんじゃないのかなと。これでね、まあ、稲葉さん退任っていうところですけれども、本当にね、えー、プレッシャーのかかる中、えー、見事ね、東京オリンピックも、母国開催でね、金メダルは本当に素晴らしかったと思います。えー、おめでとうございます。えー、佐々木チェック、総チェックは、最後に、ね、えー、侍ジャパン、稲葉監督、再配、ガー